蝦夷地を探検し、札幌を北海道の中心と定めて早2年。まだ幼い明治天皇の教育係をしておったわしに、新政府から次の指令が下った。任されたのは秋田。初代秋田県知事として赴いてわしが初めて目にしたものは、新政府からの新しい国づくりに取り残され貧しさに苦しむ民の姿であった。秋田のために、民のために、わしが真っ先に目をつけたのは八郎が。あの方は干拓ができる。我がふるさと左岸町が有明海を干拓して、どんどんどんで田んぼば増やしたこと、あの八郎方は干拓してどんどんどんで田んぼば増やすわい。おいはみんなとお金はなんとかすっけと約束して、予算獲得のために東京中を駆け回っておった。その頃佐賀から出た我々は皆が皆新政府内にて重要な役割を担っておった。例えば江藤新平は司法卿となり法律を作り、大北加藤は文部卿となって教育制度を整える。佐野常民先生は日本で初めての博覧会を大成功へ収め、あの八太郎こと大隈重信、あいつは日本のお金を円と変えるや否や、今度は暦を旧暦から新暦に変え、さらに日本全国に鉄道を敷くという大事業を同時進行で行っておった。そんなこれから新しい国を作っていこうと皆が慌ただしくなっているさなか、このわし第3代外務卿副島為臣のところへ前代未聞の大事件が舞い込んだ。時は明治5年、鍋島の殿がお亡くなりになって1年後のこと。場所は開港して間もなく、にぎわいを見せる横浜港にほど近い一角。夕暮れ時になり、人気も途絶え、何やらそこはかとなくもののけの気配がする、そんな場所。そう、亡くなったものがちょうどこの世によみがえってくるお盆の頃であった。幕末維新佐賀の八賢人表の下によります歴史寸劇、ありがとう。あ、始まり。新政府も金ば持たんちゅうことがよう分かったばい。にしてもさ、あの大蔵省の井上なんちゃらって言うと引いても、何、湖を埋め立てる、ああそんな金がどこにある。だいたい佐賀の人間はいらんことに金を使いすぎる。法律を作るための金をくれ、学校を作るための金をくれ、江藤や大木に言っとけや、大蔵省はそれどころではないと。そんなに金が欲しいなら同じ佐賀の大隈重信にでもすがりつけ。そもそもあいつが日本のお金を円に変えたせいぜ、こんなに大混乱巻き起こってるんだろうが。ちょっ、カッペ剥がれか。もうそう、仕方なくけんさ、言われた方と大隈重信ば頼ってここ横浜に来たよ。来たかって国づくりは人づくりば、佐賀の人間なら大連知ってことはさ、政府の連中なーも知らん。
もう鍋島の殿がこれをお尻になったらどんなに嘆かれることか。もう殿、殿。大丈夫か。どうした。殿。なわけねえわ。おい大丈夫か。どうした、ずぶ濡れじゃ。うわ、傷だらけじゃ。誰にやられた。熱も持っとる。いかん、どうしたらいいんじゃ、どうしたらいいんじゃ。そしゃ、これじゃ、秋田名物熊の肝じゃ。さ、これを飲んで元気を出すんじゃ。いかん、見せてしまった。どうしよう。あ、これじゃ、これじゃ、こういう時は秋田の薬じゃ、龍角散って言ってな。ご本といえば龍角散って昔から言うてんな。よしよし、これこれ。聞いたようじゃな。よかったよかった。うん、お主名前は何と言うんじゃ。言葉が不自由なのか。じゃあ身振り手振りでいいかな、教えてくれ。蒸気機関車知っとるか。蒸気機関車じゃ。ほら、地面に2本のこう鉄の棒があって、その上に黒い鉄の塊があってな。で、その下の方には車輪がついておって、蒸気の力で動くんじゃ。いや、蒸気機関車じゃ、知らんのか。ほらほら、ポーッチュッシュッシュッシュッポッポーッって。はっ、何をそんなに怯えておるんじゃ。あ、で、その蒸気機関車を日本中に走らせようとしておるのが大隈重信っていう男なんじゃ。大隈重信じゃ、知っとるか。知らんのか。大隈重信の知名度はいまいちじゃの。いや、しかし見れば見るほど殿そっくりじゃの。いやな、鍋島直政公って言うてな、わしが仕えとったお殿様なんじゃ。蒸気船を作り、国を強くして、民みんなが安心して暮らせる国づくりをって考えておられたんじゃ。しかし去年亡くなってしもうての。大隈が、あの大隈がもうすぐ蒸気機関車を走らせますよ。それを知られたらどんなにか殿はお喜びになるか。しかし本当、見れば見るほどがばいにと。ああ、いやいや、なんことしようばいじゃなか。大隈のところに行かんばら。最近な。なんや。金？いや、持たん。金持たんけ、ほいは。横浜まで来とっとよ。殿そっくりの顔で言われたら、もう嫌では言われんやんね。もう、待って、持たん。腹が減る。
減ったのか、腹が減ったのか。もう殿の そっくりの顔でそがん言われたら何なっとん食べさせんばいか。あ、そうじゃ、大熊のところに一緒に行こう。大熊なら飯ぐらいは食わせてくるかもしれん。さあ行こう行こう、な、行こう行こう。その暗い船底に押し込められた秦国の者たち200名以上、船員たちの鞭で撃つところ、殴る蹴る我目撃せい。秦国人の魂と聞く長い髪も無残に切り落とされ、絶叫暗き船底に響き渡り、その船、南米はペルーの船マリアルス号。このまま日本政府が見逃せば、秦国の者たち奴隷として売られていくこと確かなり、貴殿の手による速やかなる処置を求め願わん。貴殿の友、英国公使代理ロバート・ワトソン。いやしかし本来なら我々がこのようなことは手を出すべきではないのじゃないか。ああそう、もし裁くとなれば、そう、司法教江藤の仕事かもしれん。やばってん、江藤は法律作りで一月は寝とらんと聞くし、あ、どうしたもんか。コンコン、ガチャ、バタン、ジラー。あら、やっほー、ダニアさんですか。おひさ、いや、ここあんとこまで来て何したですか。実はな、カクカクチカチカというわけなんじゃ。カクカクチカチカ、なるほど。秋田で金が必要になり、ここ東京までやってきて、さらには大熊を訪ねたと、そういうことですな。よう分かったな。いや、大熊はさ、そりゃ飯は食わせてくれたばい。バッテンはさ、お金のことになったがさ、お金ならないんで、あるんで、あるんでや。しかし我が輩にはここがあるんで、あるんでや。中とかあるとかよう分からん。いやいや、頭の仕方なかですか。で、お金はなかということがよう分かったけどさ。なるほど。で、次郎さんところだったらどうかなって。なるほど。わしんとこ、外務省にですな。はい。ああ、外務省ならば金は持たんです。貴様で損した。ダニュンさん、今はどこでも厳しかったですよ。こんなことでもどうすかな。いくらか都合つかないよね。今トトロって聞こえたわ。おお、殿、おお、そっくりやろ。横浜で拾ってきた。拾ってきた。そっくり。でさ、お金も持たんし、なんで、なんか言葉も不自由かや、殿そっくりやんか。もう捨ておくわけにいかんやんね。そっけん、秋田まで連れて帰ろうかねと思って。さようでございました。誰に頼っかな。確かに。本丸の館長さん。いや、そんなことを言ってる場合じゃない。今はどうするか。どうした次郎。なんか、静か顔してる。いや、こちらの話。旦那さんも、ちょっと今手紙は見てもろてよかですか。これは、わしが以前から親しくしておる英国公使代理のロバートという男からの手紙です。
多くの秦国の者たちが苦しめられておるようなんです。マリアルス号、はい、髪は切り落とす、なしてそんな言葉。秦国には古くからこのような言葉がございます。身体発布、これを父母に行く、あえて起床せざるは業の始めなり。どういう意味なんじゃ。これはですね、身体発布、つまりこう皮膚からこう髪の毛に至るまで父母からいただいたものは、それはそれは大切なもの、決して傷つけてはならんという、秦国の者たちにとっては師匠五教などよりも古く大切な教えなんです。はあ、さすがは次郎じゃ、何でもよう知ったな。で、そのペルー船の者たちはそのことを知らなかったんじゃろ。いえ、気づいとるはずです。秦国の者たちは命がけの抵抗をしておるはずですから、知っていてなお相手の最も大切にしているもの、尊厳を傷つける、そのようなことは人として決してあってはならんことです。次郎、そのマリアルス号とやらは一体どこにある。今船が故障して横浜港の沖に停泊しておるようです。いやまあ、大王さんの気持ちはわかります。バッテン、政府の中からも他国のことに首を突っ込むなと反対の声も多いのです。次郎、恋はワイが千羽、ワイしかおらん。長崎で国際法を学び、秦国の事情にも明るい、お前しかおらんばい。大王さん、しかし、困っている人を助ける。そいは、老いたち左官門の気概やろうが。いや、確かに俺たちは外務卿、司法卿、そがん言葉言う前に左官門でした。そうじゃ、頑張るんじゃ。頑張って秦国の人たちの誇りとわしら日本人の誇りも取り戻すんじゃ。はい、我らの殿はいつも弱っておる者、困っておる者のそばについておる。次は俺たちの番ですね。どうしたんじゃ。どうなされた。お前に任せる、頼んだぞ。はい、任せてください。次郎がああなたをふるさとに必ず返してあげるからね。よし、そうと決まればおいはもう一回大蔵省に掛け合ってくる。秋田のために、民のために、ここで諦めてなるもんか。次郎、お前の仕事の成功は秋田で祈っとるばい。そいに体に気をつけてね、いつまでも元気でね。そいにね、そいにね、うん。さあ、もう安心。心放心。没有嘞，下海了。
もう誰もあなたを傷つけることはありません。先生、おさあ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 、しっかり前を向いて顔を上げるんです。こうしてみると本当によう殿に似ておられる。いや、わしらの殿はな、いつもしっかり顔を上げ前を向いておられた。殿、わしらは今あなたのようにしっかり前を向き歩んでおります。江藤も大木も佐野先生もダニオンさんも大久保も、そして私も。その後、副島ダニオンは周囲からの多くの反対を押し切り、ついにこの件についての全権を太政大臣三条実美から任されることとなった。副島は自身の持つ多くの海外の人脈を駆使して、ついにペルー船マリアルス号の船底に閉じ込められていた新国人231名全員の解放に成功した。まだ西洋に奴隷制度が残っていたこの時代に、副島は日本人の誇りと人道主義を世界中に知らしめたのであった。おう、弱っておる者、困っておる者のそばにいること、それが大切である。そのことを教えてくれたのはあなたです。ありがとう、本当にありがとうございます。幕末維新、佐賀の八賢人をもてなした家に忘れき寸劇、ありがとう。本日は最後までご覧いただき誠にありがとうございました。この中の中に出てきましたこのペルー船マリアルス号、この事件を総称してマリアルス号事件などとも呼ばれたりしますが、これをこの副島ダニオンが日本では初めて国際裁判を戦って、この清国の人たち231名を全て解放したというのは紛れもない事実でございます。はい、でそのことが明るみになった、この事件が知られることとなったきっかけというのが、そのマリアルス号から命からがら逃げてきた清国の人がいたそうです。まあ、ただその逃げてきた清国の人が直政公に似てたかどうかは、皆さんのご想像にお任せします。まあ、我々はこのように歴史の教科書では知ることのできない史実を分かりやすいお芝居という形にして、皆さんにご覧いただくという活動をこの佐賀城本丸歴史館をお借りして、もう実は丸々11年かけて超えております。はい、はい、それも一人に足を止めて、まあ、ご覧いただいて、いただけるお客様、また我々もですね、目的ここまで、来て、いただけるお客様のおかげでございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。